シンガポールクロコダイルファーム正面。すでに閉鎖されているが、看板は残されている。シンガポールクロコダイルファームとは、シンガポールにあったワニ養殖場である。一般にも公開され、シンガポールの観光名所として機能していたが、2012年に閉鎖された。1945年、事業家の陳学船がワニ川販売のため住居内にワニ飼育施設を設けたのが始まりである。 この種の施設としてはシンガポール最初の施設であり、当初は10頭を飼育するのみであったが、その後事業は拡大し、鎮学船は学業と呼ばれるようになった。また施設は一般の見学を無料で受け入れ、飼育されているワニのほか、加工場でハンドバッグやバンドに加工する工程も見学することができた。1972年にはルイスマウントバッテンが訪問したほか、 海外からも客を集めたが、2012年に閉鎖され、施設は売りに出された。後に施設は解体され、跡地はコンドミニアムに転用されている。A.B. The Story of A, A Crocodile Farm at Upper Serangon Road h t 魚を行く、聖火人創始所の母ヘイブン7000万、保守室日報母室中立亭州、団、2009年10月3日付28面。 シンガポールの旅ワールドフォートプレス、1972年、52から53ページ。マウントバッテントライズ、ヒズハンドアットフィーディングクロコダイルズ。ザ・ストレーツ・タイムズ、P19、林泡を、世界こしらいこした国家性ほ野生もの会、定め入り口側貧富面、河国、側面、高橋小希望政府、除海貞雄大、星すひ、母子すひ、有限講師、 1981年3月20日付1面。タン、メリッサ、フォーマークロッコダイルファームサイトプット、アップフォーセール。ザ・ストレーツ・タイムズ、p b 1軟、ジャスミン、3フリーホールドレジデンシャルサイツ、アップフォーコレクティブセール。ザ・ビジネスタイムズ、ハットアバウトコバン。ありがとうございます。